エンジェルズエアウェーブズはアメリカのカリフォルニア州サンディエゴにて結成されたオルタナティブロックバンドである。ブリンク182活動休止後の2005年にトム・デ・ロング、アトム・ウィラードラを中心に結成された。2021年現在、結成時のメンバーはトムとデビッドのみとなっている。またこのグループは バンド活動以外にアートプロジェクトや映画など、マルチメディアに活動している。2005年9月、ブリンク182を無期限活動休止中の、トム・デ・ロングは、イギリスのロック専門誌ケラング。2、彼の新しいバンド名が、エンジェルズエアウェーブズであることを明かした。バンドメンバーは、かつての高校の友人で、ボックスカーレーサーのデビッド・ケネディ。 元オフスプリングのドラマーのアトム・ウィラード、元ザ・ディスティラーズのベーシストのライアンシンが含まれていた。その後、バンドのホームページが開設され、モノクロのミュージックビデオ、ザ・アドベンチャーが公開された。このビデオの冒頭には、SF 映画、ブレードランナーのセリフが含まれていた。2006年5月23日にファーストアルバム、We Don't Need to Whisper をゲフィンレコードより、リリース。 12月に、自身のマイスペースにて、新曲、スター・オブ・ベツレヘムがストリーミング配信された。後に、スター・オブ・ベツレヘムは2曲に分けられ、トゥルー・ラブと共にセカンドアルバム、アイ・エンパイアに収録された。2007年11月6日にセカンドアルバム、アイ・エンパイアをファースト同様ゲフィンレコードよりリリース。いずれもデロング自身によってプロデュースされている。セカンドアルバム制作中に、 ライアンが抜け、マット・アクターが加入した。その後、バンドは、ワープドツアー2008に参加し、ウィーザーのサポートで、全米ツアーを行った。2008年には、デロングが、ファン向けに企画、開発した新しいネットワークサービス、モッドライフを、運営開始した。2010年2月14日、サードアルバム、ラブを、無料ダウンロードの形式でリリースした。 そして、サードアルバムの後編とされる、ラブパート2が、翌2011年11月11日に、ラブと共に、CD2 枚組、ラブアルバムパーツ 1&2 として販売された。後に、これまでのアルバムを制作に加わったメンバーであり、ドラマーのアトムが、バンドから去った。 その後、アトムの代わりにナイインチネイルズのドラマーとしても知られる当時23歳のアイランルービンが正式に加入した。2012年11月9日には、ストッピングザ・ファントム・ブレーキ・ペダルというタイトルの新しい EP が iTunes でダウンロード販売された。2014年6月24日、ベーシストであるマットが 家族との時間を優先するためにバンドを脱退していたことが明らかになった。トムや彼の親しい友人たちはマットがおそらく再びバンドに戻ることを双方ともまだあると自身のフェイスブックに投稿した。同年10月7日に最新アルバムザ・ドリーム・ウォーカーより新曲パラライズドの音源を公開した。同日、 r o l l i n g s t o n e c o m の特集記事に、添付のプレス写真には、トムとアイランしか写っておらず、デビッドとエディ・ブレッケンリッジの両方がバンドを去っていたことを意味している。後に、バンドのフェイスブックページ上のバンドメンバーのリストで確認された。10月23日に、短編アニメーション映画、ポエット・アンダーソン、ザ・ドリーム、ウォーカーの予告編。 11月12日に、ザ・ドリーム・ウォーカーからのファーストシングル、ザ・ウルフ・パックのミュージックビデオをそれぞれ公開した。2015年1月28日、ザ・ドリーム・ウォーカーからのサードシングルで、映画、ポエット・アンダーソン、ザ・ドリーム・ウォーカーの挿入歌でもある、トンネルズのミュージックビデオを公開。9月4日、トム・デ・ロングとスザンヌ・ヤングの共著による小説、 ポエット・アンダーソン・オブ・ナイト・メアズのサウンドトラック EP オブ・ナイト・メアーズをリリースした。2016年4月5日、バンドはトム・デ・ロングと AJ ・ハートレイの協調による小説チェーシング・シャドウズに伴って同名の EP をリリースした。また、同年の5月4日には26曲にも及ぶザ・ドリーム・ウォーカーのデモ集。 ザ・ドリームウォーカーセッションズをツー・ザ・スターズの公式サイトにてリリースした。2017年2月、トムは自身の小説を元にした映画ストレンジタイムズで監督を務めること、また次のアルバムは映画のサウンドトラックになることを発表。2018年4月、脱退していたギターのデビッドとベースのマットが復帰。2019年4月30日、バンドは ニューシングル、レベルガールをリリース。しかし、ベースのマット・アクターは参加せず、その後またもや脱退。バンドは元テイキングバック・サンデーのベーシスト、マット・ルバノーをバンドに迎え、同年8月には、ニューアルバムからのセカンドシングルである、キス・テルをリリース。2020年4月16日、新曲、オールザッ a レフトイズラブをリリース。またこの曲によるての利益は、 Covid-19 救済募金に寄付することを発表した。2021年5月11日、バンドは新曲ユーフォリアに続いて新たなファンクラブエンパイアークラブを開設したと発表。2021年9月24日に5枚目のスタジオアルバムライフフォームズをリリース。ありがとうございます。